超次元ゲームネプテューヌ G。 私とお姉ちゃんがゼロ次元から帰ってきて数日後、心配をかけたお詫びと協力してくれたお礼を兼ねて小さなお茶会を開催しました。相変わらずゲーム業界は守護女神の転換期真っ只中で、皆さんが招待を受けてくれるか心配でしたけど、日に日に増していくお姉ちゃんたちへのいわれのない誹謗中傷や悪い噂に対して、私が思っている以上に疲れとストレスは溜まっているみたいで。誰よ、勝手にラステーションの女神は友達がいない孤独な守護者とかネットに書き込んで広めたのは。私もですわ。昨日は一日中部屋に缶詰でしたのに、紅茶ショップ巡りをして高い紅茶を経費でたくさん買ったことにされていますわ。私もなぜか私の名前でアマゾンの商品レビューを書かれてる。しかも全部評価が最低で抽象的な内容。2週間で100以上の商品に最低評価をつけたり、購入ゲームをゲームって書いたりしているあたり、間違いなく煽ってるわ。そしてなぜかそれを私の裏アカウントだというデマまで出始める始末。私だって仕事をネプギアやイースに押し付けて遊びほうけてるなんて書き込まれてるんだよ。失礼しちゃうよね。それはひょっとしてギャグで言っているんですの？愚痴らずにはやっていられないということで、皆さん時間を作って来てくれたんです。やっぱみんなのところも同じか。まったくひどい世の中だよね。ほんと参っちゃうよ。そのせいで最近は甘いものがないとやってられませんわ。これではまた余計なお肉がついちゃいますわ。ベールさんの胸まだ大きくなるんだ。でもひどい人もいるわよね。どうして悪口や嘘ばっかり平気で書き込むのかしら。お姉ちゃんたちかわいそう。考えられるのは2つ。1つは愉快犯による犯行、そしてもう1つは私たちを陥れたい誰かの陰謀ですわ。その場合敵対し合っている国が犯人なのですが、さすがにこの中でそれはありえませんわ。お姉ちゃんたちみんな仲良し。ええ、なので私としても4人揃ってこの時期を乗り越えたいのですが。ねえネプテューヌ、そういえばお茶会の他に何か重要な話があるとか言ってなかった？そういえばそんなことを言ってたわね。つい愚痴るのに夢中で忘れていたけど。そうだよ、私もすっかり忘れてた。ね、こういう時期だからこそ個別に対応するんじゃなくて、みんなで連携して乗り越えられないかなって思ってるんだ。ネプテューヌにしてはいい案ね。私も一人では限界を感じてたところ。でしょでしょ、三本の矢は一本の矢よりなんたらっていうように、この時だからこそ協力し合うべきなんだよ。協力ね、いい考えだと思うけど、それはそれでまた叩きの材料にされるのよね。慣れ合い政治オツや一人では何もできない守護女神とか批判の書き込みが目に浮かぶようですわ。いくらなんでもネガティブになりすぎじゃん。実際に長期間叩かれてみればわかるわ。良かれと思ったことすべての上げ足を取られて叩かれるんじ
こっちまでマイナス思考になるわ。はあ、でもやってみる価値はあると思います。きっとネプテューヌさんのことだからすごい案があるんですよね。それは期待しすぎな気がするけど、実際はどうなのよネプテューヌ。うん、私たち四国共同で大きな大きなお祭りをやろうと思うんだ。お祭り？それならどの国も毎年やってるじゃない。それは国別でしょ。私がやりたいのは四国合同のいわばゲーム業界感謝祭的なでっかいやつで、国家予算の全部をパーッと派手に使っちゃうんだ。さすがにそれは。ん？いえ、いいアイディアね。誤解しないで、国家予算の件は流してただけよ。よかった。私もネプテューヌの意見に賛成ですわ。今までは国ごとの対応でしたが、この案なら何か変わるかもしれませんわ。そうね、もしかしたら影で変な情報を流している犯人をあぶり出せるかもしれないわ。変な情報を流してるって？まだ確証はないけど、私たちに関してデマや嘘を流して人々を不安に陥れている奴がいるの。これはあくまで推測ですが、規模的に何かしらの組織の犯行ですわ。でなければこの量の情報操作は無理ですわ。私が向こうに行ってる間にみんなはいろいろ調べてたんだね。まあネプテューヌがこういうのに疎いのはいつものこととして、ゲーム業界大感謝祭やってやろうじゃないの。じゃあみんなでお祭り成功させるぞ。あー、ゲッセンドンステージ燃え